勇敢で高潔な日本人昔々第二次世界大戦の頃 M さんというインド人の若者がいました M さんはインド国民軍に参加し日本軍の神道という軍人の下で訓練を受けたそうです神道氏は日本人にしては色が黒く目鼻立ちが濃かったせいで 日本兵の間で、インド人に似ているから、お前のあだ名はインドさんだと面白がって呼ばれていたそうです。また、M さんたちからも、そのあだ名と名前の発音が、インドの故障である、シンドと似ているため、シンドさん、シンドさんと親しみを込めて呼ばれるようになったそうです。シンド氏の訓練は厳しく、M さんたちにインドの兵士を怒鳴りつけたり、 鉄拳制裁を加えたたりすするのも日常茶飯事だったそうですしかし訓練が終わると日本の歌やインドの歌を一緒に歌ったり言葉を教え合ったり時には特別配給されたお菓子を分けてくれたりと日本人インド人を問わず兵士たちの誰からも尊敬され愛される上官だったそうですそして訓練も終わりインパール作戦への開始 その時、エムさんたちは、神道氏の部下として、作戦に参加することになったそうです。激戦の中、神道氏の部隊は、強力なイギリス軍の陣地を攻めるため、本体から大きく迂回して、ジャングルの中を進み、イギリス軍の背後を突くように、という命令を与えられました。しかし、攻撃前に、イギリス軍に発見され、 ほぼ全滅するほどの被害を受けたそうです。気づけば M さんの周囲で生き残ったのは同世代の若いインド兵がわずか5名。みんな恐怖で逃げ散ったためにかろうじて生き残ったものばかりだったそうです。イギリス軍に見つかれば殺されると怯える M さんたちのもとに片腕を失った新同士が合流し、作戦は失敗した。 本とと合流しよううけたんだそうですですが武器も食料も水もろくになく本体がどこにいるのかも分からずしかも敵兵がうようよいる中では夜中にしか移動できませんそんな中でも重傷の新藤氏は怯える M さんたちを励まし杖代わりの少女にすがって産地をさまよったそうです数日後食料も水もつき 神ウ氏の病状も悪化しいよいよもうダメだと M さんが覚悟した時最悪なことに10人ほどのイギリス軍の小部隊が近づいてくるのを発見します神ウ氏は M さんたちにこう告げます私はこの怪我では間もなく死ぬだが諸君は何としても生き延びてインドの独立のために戦いなさい うなずく M さんたちを地面に伏せさせその上に土や落ち葉をかぶせたあと新造氏は「頑張れ!」と叫ぶと弾の尽きた小銃だけを手にイギリス軍に向かって駆け出しますしかし何歩も行かないうちにイギリス軍の機関銃に頭を撃たれ鉄兜を跳ね飛ばされその場に倒れますそれでも新造氏は跳ね起き 小銃を構えてイギリス兵に襲いかかり、銃剣で三人を刺し殺したそうです。なおも片手で血まみれの銃を振り回す振動士に恐れをいなしたイギリス兵は、武器や荷物を放り出し、悲鳴を上げて逃げ去っていったそうです。イギリス人が逃げ去って、初めて振動士はその場にばったりと倒れます。敵兵が去った後、 新藤氏に駆け寄った M さんたちが見たのは、最初の期間中の弾で頭を打ち抜かれたためか、頭が半分なくなってしまった新藤氏の変わり果てた姿でした。M さんたちは新藤氏の遺体を囲んで泣き、日本人がこんなに勇敢に戦ったのに、私たちは怯えて見ているだけだった。情けない。これからは勇敢に戦い、新藤氏が願ったように、 生き延びてインドのために命がけで働こうと誓ったそうですそしてシンドウ氏の遺品である銃やお守りを手にイギリス軍の残していった武器や食料をみんなで分け合いその場を離れますシンドウ氏の死から十日以上も山地をさまよった後一行は小さな集落にたどり着きその住民に助けてもらって ようやく日本軍と合流できたんだそうです。片身のお守りは合流した日本軍の士官に渡したそうですから、おそらく遺族のもとに戻ったことでしょう。そうそう、士官が確認のために開けたとき、中には小さな木の板と折りたたんだ写真。新道氏が奥さんの隣で小さな女の子を抱いて微笑んでいる写真が入っていたそうです。 小さなお子さんのためにも何としても日本に帰りたかっただろうに命がけで自分たちを守ってくれた新道氏の勇気に M さんたちは再び声を上げて泣いたそうですそして終戦最後まで M さんたちの面倒を見てくれた日本軍の士官は私たちと一緒にいるとイギリス軍に捕まってしまうから身分を隠して故郷に帰りなさいと言って わずかながらお金や食料衣服などを分け与えてくれたそうですそして「インド独立の約束を果たせなくてすまない」と涙を流して頭を下げたそうです戦争のあと故郷に帰った M さんたちは協力し合い新道氏の最後の言葉「頑張れ」を合言葉にインドの独立と発展のために「 でで働いたそうです。そして M さんは軍人として大成し仲間たちもお互いに力を合わせて政治家や実業家学者として同様に成功を収めたそうです勇敢で高潔で誰からも好かれた日本人そんな日本人は今どこかにいるんだろうかでもほんの60年前 私の両親や祖父母の時代にこの国には確かにそんな立派な人間がいたという事実は私にとって小さな誇りと負けないように自分も頑張らないとという目標を与えてくれたような気がします。最後に今回の話はもともと古い時代に聞き語り話した本人も聞き覚えた人々も幼い頃の記憶に頼っていますし 歴史や軍事に詳しいわけでもありません。また、この話をまとめた私自身も、第二次大戦に関する知識に乏しいので、戦士に詳しい方から見れば、首をかしげるような部分もあるかもしれません。その点をご理解いただければ幸いです。そうそう、この話にはちょっとオカルトチックな予断があります。新道氏が死んで M さんたちが産地をさまよっている時のこと疲労で見張りを立てる余裕もなく眠ってしまった5人全員の夢の中進藤氏が出てきて「敵襲と叫んだそうですそしてはっとして目覚め羽を着て藪の中に身を潜めた M さんたちのすぐ近くをイギリス兵の偵察部隊が通り過ぎていったそうですその後も何度か M さんたちの夢に神道師が現れて敵が近くにいることを教えてくれたそうです。M さんたちは死んで霊になった神道師が自分たちを守ってくれていると信じ夢の警告に従って一人の死者を出すこともなく生き延びることができたんだそうです。しかも戦後の独立運動の間もその後の軍務の中でも 神道氏は何度も M さんたちの夢に現れ、様々な危険を教えてくれたそうです。例のお告げってのは、M さんたちの疲労状態でも極限まで緊張しきった神経が敵兵の近づくのに気づき、無意識のうちに頼りにしてた神道氏の姿を借りて警告を発した。合理的に考えることもできますが、やっぱりこれだけは死者の魂が、 最後まで守っていてくれたという説明の方がしっくりするような気がします。さて以上インド人の知り合いから聞いた昔々の英雄譚でございました。